こんばんは、入山明子です。5月2日火曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は準備の日、そして全国の各地の皆様と電話、メール、やり取りをする一日でした。明日が5月3日、エコダマーキーさんでの男歌ライブを行う日。定例となりつつあり、定期的にライブを開催させていただいています。前回が1月の15日でしたので、少し期間が空きましたけれども、また明日、いつもの皆様も、そして初めてライブにお越しくださる、テレビ、ラジオお聞きくださってのお申し込みの皆様もいらっしゃいます。楽しみに伺いたいと思います。その他、5月の20日は北坂戸の居酒屋マニラさん、翌日5月21日は草加にあります草加アーサーさんの会場で、入山明子、岡成美さんのキャンペーン。5月28日は川崎市のフォレストさんで、高橋浩二郎さん、夏木和美さんとともにショーを行います。そしてその後、5月28日の夕方からは屋形船に乗ります。ショーの成美さんの初のディナーショー、そちらには北川大輔さんがショーをなさいます。トークも歌もとても楽しみです。入山明子歌の集いは、次回は6月の18日、あと少々で満席となります。そして今たくさんのお申し込みをいただいておりますが、6月4日所沢市小手差し、声優小手差し店の3階で行います男歌ライブは満席となりました。お申し込みの皆様ありがとうございます。そしてお断りをした皆様もたくさんいらっしゃいます。またぜひ次回楽しみにお越しいただけますようにお待ちしております。父の病状を気になり、昨日小林瑞江さんからいただいた村上幸子さんのグッズを父に伝えてもらおうと、今日は母とも電話で話ができました。一日も早く元気になってくれることを願っています。今日もお花を写真に撮ってくださり、藤の花やレモンの花、季節の花々、とても癒しになります。ありがとうございます。イベントの情報は Facebook、Twitter、ブログ、ホームページなどに掲載しております。近くに参りましたらぜひお出かけください。皆様のご来場お待ちしています。それではまた元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。